滋賀健太郎、そして燃え上がってくれるでしょう、滋賀健太郎です。岩学校は220ポンド杉浦隆史、この大きな会場でデビュー戦、杉浦隆史285ポンド力雄武史、森島へ熱視線、力雄武史245ポンド井上正夫、今日は誰を担ぎ上げるのか、井上正夫です。以上の6人が激突いたします。6人タッグマッチ30分1本勝負、さあご覧いただきます。いやー鈴木さん、はい、今この6人揃ったんですが、いろいろ見どころあると思いますが、はい、鈴木さん的にはどこを注目したいですか。まあやはり一番は杉浦選手がデビュー戦ということで、その方になるんですが、はい、ただやはり森島選手と力雄選手のライバル闘争もすごいですし、はいはい、金丸選手は不思議な選手なんで、またあのチョコ祭っていうかすごいあの独自のなんか、はい、ま、技というか間というか、いろんなものを持ってますからね、まあ、簡単に言っちゃうとあの金丸ワールドっていうやつですよね。そうですね、だからもうとにかく井上選手は、ね、あの知っての通り実力ですし、はいはい、志賀選手は最近気迫とかも全面に出てきて、そうなんですよ、背物揃いが多いんで、はい、その中で杉浦選手がどこまで自分の色を出せるか、なるほど、まあ、デビュー戦だけに、あの厳しいとは思うんですけども、期待したいですね。さあ始まりました、今あ鈴木さんが挙げていただいた一つ、この力雄森島対決、早くも始まりました。まあお互い口には出しませんけれども、火花バチバチで、ライバルということは不思議と使わないんですけど、周りが使ってるんですよね。そうですね、あの先輩であり年上、あ先輩であるのは森島選手なんですけど、はい、年は力雄選手の方が上です。そうなんですよね、やはり体格も似通ってるというものもありますし、とにかく2人のあいつにだけは負けたくないという気持ちはかなり強いですよね。あプロレスではキャリアが俺、プロレスは違うんだ、お前は大相撲で2枚頭4枚目になったかもしれませんが、俺は違うんだという、そんな気迫を前面に押し出しての、ガーッとカウンターのキックになりました。まずは力雄が飛びます、しかしパワーではこの力雄は負けていません。背後張り手が背になる、いいライバル関係に周りから見て確実になっています。本人たちもそれは口にしないものの自覚していますでしょう。倒れない倒れない、さあもう1回だ、まだ倒れません。そしてお互いロープに飛んだ、全く五分、全く五分、そして森島が飛ばす、戻ってくる、力雄はダッキングだ、そしてこの逆から体当たり、まああのジョーさん、同じ年齢、同じような立場のところにライバルと言われる選手がいると、選手というのはお互いに伸びてきますよね。そうですね、それで今日は力雄選手が昔の同僚、ダイレクト、はい、同僚がたくさん応援に来てるから余計張り切るんじゃないですか。あ、そうなんですか、はい、力士がたくさん来てます。あ、そう、あ、そうなんですね。だからさっき入場するときからだいぶ意識してましたよ、はい、はあ、そういうわけだったんですね。杉浦選手が出てきました、はい、あ、デビュー戦です。さあ、おお、低いこの構え、いかにもグレコローマンスタイル、そんな感じになりますね。レスリングのポジションですね。先輩、レスリングやりましょうよということなんでしょうか。お、フロントスープレックスがバッバッと速い、早い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 、かつて全日本を制したことがあります、この杉浦隆史。でも鈴木さん、年齢は30歳、はい、そうですね、あの全体に長くいたんで、なるほど、はい、しっかりとした面構えをしています。そして研ぎ澄まされたこのボディ、一部の余計な筋肉もないという感じです。お、わぎ固めか、いや投げを打ちます、しっかりとした腰です。本当ぶん投げるっていう感じですね。さあバックの取り合いは、おお、志賀もついてくついてく、この辺、まあ志賀選手もキャリアあるんですけど、この志賀にしっかりとレスリングを挑む、これはただものではありません。杉浦、おっとバックを取った、決めています。おっとっとっと、ジョーさん、杉浦デビュー戦ですが、いいですね。ただ、はい、アマレスと違う要素がたくさんありますね。ありますからね、まあ動きそのものは良くても、はい、いろいろ駆け引きもありますし、はい、その技の連携の面もですね、はい、これから徐々に勉強していけば良くなるんじゃないですか。そうですね、ベースはね、いいもの持ってるんですからね、はい、その片鱗をしっかりと見せてくれました。杉浦に代わりまして、今新たな2人が展開しています、先ほどの志賀と、そして今度は井上という戦いになっています。井上がこの中では一番キャリアを持っていまして9年、そして志賀が6年というこの2人の対戦です。
先ほどジョーさんが言われた技のつなぎとかに関してはこの井上選手がやはり、はい、この6人の中で秀でたものがありましたね。そうですよね、さあ不思議な選手金丸がエルボーを落としていきます。どのようにこの選手を表そうかといつもこう頭を悩ますんですけれども、本当に不思議な選手ですよね。先ほどおっしゃいましたけど、入場の時にはファンにすごい、はい、愛想よくアピールしたりするんですけど、リングの上で平気で中指立てたりしますからね。という、まあ、現代っ子なのかもしれませんけども、先ほどもカメラに向かってパフォーマンスなどをしてくれたりもします。非常にこのテレビ向きの選手かもしれません。まあ、プロレスやる前はね、皆さんご存知だと思いますけども、野球で甲子園のね、ヒノキ舞台立ったりしてるんですから、はい、大舞台は強いんでしょうね、基本的にね。そう、控えだったんですけどね。そこまで言われたらね。とよ、とととと。あ、バックに決めてますね、腕を。その金丸義信。さあ、腕を決めながら、この人いろいろなパフォーマンスを見せてくれるんですが、それは研究熱心ということもできるかと思います。高い打点で当てます。ロープを使った攻撃、あるいは場外でのこうなんていうか擦りというような動きも、自分の中に織り交ぜてまいります。金丸です。さあ出てまいります森島選手もですね、まだ2年目ながらそのここへ来て急成長大きくなったという感じするんですが、鈴木さん見てどうですか。やはり堂々としてますよね。エルボー、はい、前はやはり今のエルボーにしても声が全然出てなかったんですけど、自然に出てきてますよね、はいはい、やはりそれはやっぱ自信の表れだと思うんですよ。そうでしょうね。ノアが始まってからもこの体が大きくなってます。一回り大きくなりました。エルボーを落とします。そしていろいろな技を出してくれますよね。研究熱心なんでしょうね。そうですね、新しい自分のオリジナルの技を結構、はい、持ってますよね。持ってますからね、はい。サンピング、おお、若い杉浦をこの先輩井上がうまく使います。このコントロールをするのはさすが先輩井上です。さあ杉浦が今度はどういう動きを、ああ森島の大きさがよくわかります。高い打点。杉浦プロフィールには178センチ95キロと記載されています。しかしそれを一回りあるいは二回りぐらい上回る森島武史、これがプロの体でしょう。後ろからスリーパーをかけていきます。もう一度言いますと杉浦は178センチ、そして、森島選手は190センチあります。おっと顎を砕く。スターラーを一発顎に見舞っていきました。そしてこちらは志賀に交代です。最近のこの志賀、先ほどちょっとお話ありましたけど、はい、本当に気迫がもう発散されるようになりましたね。前はなんかうつむき加減な場合が多かったんですけど、最近はもう堂々と逆に上を向いて歩いてますよね、はい、普段の時でも。いい意味でそのおっとっとっと、そして反動をしてエルボーです。小林選手との、その、まあ、伸びる上での決別がいい方向に作用してるんでしょうかね。そうですね、本人も言ってましたけども、やはりどん底まで落ちて、はい、逆に開き直ったというか、もうやるしかないんだという気持ちになれたんじゃないですか。なるほどなるほど。さあ、おお、これ、まあ、先ほど話しましたロープを利用したこの攻撃でありますが、金丸が何でも利用しちゃいます。まあ、体が小さいんで、ジョーさん、小さい人はいろいろなことを工夫しますから、動きが多彩ですよね。そうですね。まあ、でも正確に言ったらレフリングの上でロープはやっぱりいけないということになるんですよね。おっと、カウントカウントカウント2。しかし、まあ、範囲内でったらうまく、ね、有効に使うというのはこの金丸であります。やっぱりこの中でも一番体格的には、はい、ええ、マイナスですからね、一番ね、ですから、まあ、いろいろな、はい、を考えないとね。そうですよね、先ほどのロープを使った技もそのうちの一つでありましょう、うん、それから飛び技も随所に見せてくれますが、今鉄柵を越えまして金丸が何か準備してるんでしょ。向こうから鉄柵越えのなんだ、おお、スワンダイブと言っていいのか。これはストンピングを見せました。鉄柵で鈴木さん、ああいうことを金丸選手よくやります。逆に中から行って外はね立って、はい、技を仕掛けるときはありますけど、外から中っていうのは初めて見ましたね。これ有明バージョンかもしれませんね。そうですね。いろんなの用意してます。さすがです。選手ここがどうやってこの有明で目立とうか、自分のアピールをしようかということをおそらく考えているんでしょう。さあその中でもこの志賀、若い杉浦を先ほどレスリング付き合いましたけども、さあこれはプロの技という社長小固め、ボストンクラブを高めにセットします。お、杉浦懸命にエスケープ。杉浦選手、先ほど志賀選手との、グランドの攻防では、
肩をつけて、あのアマレスでしたらあそこでもうフォールでしたけど、なるほどね、ここで逆にプロレスの意地っていうか志賀選手のやはりキャリアというか、恥をかかされたという逆に意地が出てましたよね、はい、そして今プロレスにはこのタッグマッチという勝負がありまして、今3人に囲まれてしまいました。この戦うポジションというのも考えねばなりません。本当にプロレスは奥が深いと皆さんよく言いますが、何から何までいろんなことを勉強しなければいけません。改めて痛感しているところではないでしょうか、杉浦隆。それとジョーさん、やっぱり練習でできても試合でできないことっていっぱいあるらしいですね。そうですね。おそらく今の若手の選手はデビュー戦でも、はい、臆するところないっていうのが堂々とね立ち向かっていきますよね、はい、まあ先ほどちょっと言いました、現代以降なんでしょうかね。おーっと、はい、変わりましたよね。前はそうじゃなかったですか。やはりデビュー戦中とどんな分野でも同じじゃないですか、はい、ある程度緊張の度合いのが強くて、自分のものを全部出せないという状態になるんですよね、はい、緊張しすぎてこう上がってしまう、ね、状態に、ね、陥ってしまう選手が多いんでしょう。おっと、なんとぶっこ抜いたのはデビュー戦の杉浦。おドロップキック、なかなか綺麗に決めます。あ、ちょっと腰を痛めたようですが、しかし見せてこのタッチに合うところはなかなかのものを感じさせます。井上が出てまいりました。井上がさあパワー爆発か、左腕を回したぞ。トランスキック、喉元決めておいて、あーとラリアット、前傾姿勢のラリアット決まりました。ナチュラルなこのパンプアップの仕方をしていますけども、日々おこだわりなくこの井上自らのパワーを磨いています。お、腕を決めておいてもカードが厚し、鈴木さん、あれ井上選手、はい、特にしてますよね。かつてテッドビオス選手が使ってた、はい、あのコブラクラッチで腕を固めてさらにカードとして、なるほど、複合技です。はい、そしてバックブリーカー、そして井上がこれは担ぐぞ合図でしょう。有明の超満員のお客さんも皆さん分かってらっしゃいます。さあ担ぎの餌食は金丸でありました。これはこのままではダメです。それを察知して志賀が戻ってまいりました。まあ鈴木さん、今のシングルマッチだったら決まってる瞬間でしょうからね、はい、そうですね、あの中央でしたからね、さあもう1回か、もう1回担ぐのか、金丸が相手、おっこ金丸、おっこの辺なかなか下だからのところを見せますが、バックを見せてしまいました。あー、そしてヒールキックが股間に入りました。痛いという自分もゼッシャーつき、そしてオフハドーラ、この辺がやっぱりあの先ほどジョーさん言いましたけども、小回りのね、効く小柄な選手のね真骨頂ですよね。おーっと、今パワースラムが後ろに投げ捨てました。さあそしてまたまたこの対戦であります、肉弾相打ちというのはまさにこういう瞬間を言うのかもしれませんが、さあ突っ込んでいきます、ジャンピングアタック。先日初のシングルで森島選手勝ってますからね。あ、そうですね、はい、森島選手、失礼、二強選手が勝ってますので、はいはい、森島選手はやっぱここは意地でも勝ちたいと思いますよね、さあベアックからこれはいつもですとフレンバスターの体勢にこのまま移行していくんですが、いったいったいった、ブレンバスター今ショートタイツつかまなくてお腹の肉掴んでたような感じありますが、この辺はもうミクサーがもう十分に現れているところかもしれません。そして若い杉田を投入します。どういう森島にアタックを仕掛けてくれますか。うわ、まさにタックル、これぞタックル、いやー、もう一発か、あーっと甘い甘い、同じ技を2度続けてはダメですね、しかし見事なタックルを披露してくれましたが、今度は志賀ですが、志賀はすかさんだ。お、腕を決めたの、スープレックス、フロントスープレックス、ボール投げた、うっとっと、おお、ここから、おお、杉浦リフト、もう一発杉浦リフト、なんとなんと、いやー、あぶない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 、いやいやいや、さあもう一発いきます。脇固め切り返しました。いや鈴木さん、はい、今年の夏 の, あのシドニーオリンピックで、はいはい、かなり戦ってましたけど、あの1年のなんかレスリング見てるような感じありましたね、はい、今ね、すごいですよね、まあ、確かに全日本選手だけのやっぱり素質がある選手なんです。
お、岸田氏、そして志賀。やっぱかつてジャンボ鶴田選手が、はいはい、ああいうサイドスープレックスというか無理やり持ち上げて投げるのをやってましたけども、やっぱレスリング選手独特な投げ方ですね。そうですね、まあ、あのリフトによってレスリングでも決まってしまうんでしょうけども ね、ポイントボン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 上がってね。しかし奥が深い、先が長いロングランのこのプロレスではそうはいきません。アラビアンプレス、プレス、アラビアンプレスから次の展開を図っていきます。さあ金丸が待ってます。志賀にバトンタッチ、フィッシャーマン固めます。星が出てまいりました。一番星男井上雅夫、結構入り乱れ始めています。さあこの辺りは相手の選手の動きを見つめて、さあこれはバンジー休止か、腕式逆十字、タップタップタップ、これはプロの洗礼でしょう。志賀がデビュー戦の杉浦から勝利を奪いました。いやー見事、この辺はあの何と言いましょう、這い上がってくるうちはもう目の内から積んどくという、一つガツンとねやっておくという、まあそういう手本みたいな感じなのかもしれませんが、ジョーさんどういう印象を受けましたでしょうか、この試合。まあ杉浦選手ですか、はいはい、あの今日デビュー戦だって言ってね、なかなか立派なもんですよ。そうですね、その勝ち負けはその時のね、はい、あれですけど、勝ち負けより内容ですよね、はい、内容が良かった、はいはい、立派なもんですよ。これはお墨付きと言いますか、太鼓判をいただきました杉浦隆、見事なデビュー戦と言ってもいいでしょう。14分17秒、腕式逆十字固め、鈴木さんはどういう印象を受けましたでしょうか、はい、あの最初は力雄選手と森島選手の攻防で、あのそればかりが目に